どうも、パートナーチャンネルです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今日は、女子プロを目指してるさきちゃんの、クラブセッティング紹介させていただきます。お願いします。いや、いいねドライバーから。はい、行きましょう。ドライバーからと、スリクソンの ZX7 の 9.5 度使ってます。で、シャフトがスピーダー NX の 50S を使ってます。西岡さんと一緒、ね、一緒のスペックです。使ってます。へ、はい、セッティングとかは長さとかどのぐらいで使ってるんですか。45.5 インチ。45.5、はい、まあ、納得です。へえ、振りやすいですか。結構振りやすいですいいですね。はい。何ヤードぐらい。250-60。おお、すごい。オーバードライブされてないですか。大丈夫ですか。230。引き流しの右側に。直ドラする？します。おお、するんだ。直ドラっぽい記事。本当だ。へえ。へこんだ。ぶつけちゃった。めっちゃ気になってる。と次が、はい、と3番ウッドで、はい、スリクソン ZX の、15度使ってます。そう、これさっきシャフト見たら、あ、スリクソンで、シャフトはスピーダー569エボリューションの7で X 使ってます。おお、すごいですよね、うん、フレックス下げる人が多い感じがするけど。軽肩だ。そうですね。うーん、やっぱそっちの方が曲がりにくいとか。曲がりにくいし、地べたから打っても結構飛ぶので。やっぱパー5でセカンド2を狙いたい時とか結構あるので、なるほどね、飛ぶスプーンを入れてます。大体これで飛距離どのくらい計算？230から4。ドライバー、ドライバー。次行きましょう。次がスリクソン ZX の5番ウッドで18度です。はい。で、あ、シャフト違うんだ。スピーダー661のエボリューションの6使ってます。661の。S ですね。へえ。もうあえてその調子がやっぱ違うじゃないですか。はい。7と6で。はい。それも特別。もともと3番ウッドこれと同じやつ入れてたんですけど、はいはい、ちょっと3番ウッド曲がりが大きくて、この軽肩の方に変えて、5番ウッドは逆に球を上げて止めたいので、はい、ちょっとやらためのクラブを使ってます。へえ、考え抜かれていますよ。シャフトは重要結構重要。重要っすよね。で、次にユーティリティなんですけど、はい、2本入れてて。あ、そう、これこの前これありがとうございます。ピンの G425 の U4 と U5 使ってます。はい。で、シャフトはダイヤモンドスピーダーの 7X。 お、すげえ。両方とも 7X。 両方とも 7X ですね。です、俺の手がどこにいる意外と大事。へえ。やっぱり方向性重視っていう感じ。もともとすごいユーティリティが苦手で、うん、スリクソンのユーティリティ使わせてもらってたんですけど、うんうん、なかなかボールが上がらないとか曲がっちゃうとかいう悩みがあって、うん、ピン打たせてもらったら結構良くて、球が上がってボールもしっかり止まるので。スリクソン好きだよね。はい、そうですねなので、まあ、こちらのゴルフパートナーさんで買わせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
これマイナスにしてて、こっちもマイナス？こっちは標準ロフトで、こっちはマイナスロフト。25度で使ってます。なんで？4番ユーティリティと5番ユーティリティの間の距離がちょっと空いちゃうのと、もともとの表示ロフトだと結構座りがちょっと気に食わなかったので、マイナス1度立てて結構すっきりした顔になったので、それを使ってます。結構違うの？結構違う。あ、大丈夫です。使いますね。ここって、あ、大丈夫です。あ、大丈夫。結構違います。違う。顔つきやっぱり変わるっていうか。変わりますね。構えた時は重要？結構、見た目は結構気にするタイプなので。すみません、だって見た目重視じゃないですか。まずは色。色まずは色っす。色張り系。こういう、この色のグリップとか全部好きですよ。あオレンジ、オレンジ、ピンク、ピンク。自分のセッティングのグリップのような。タイヤは全部抜いた方がいいですか？え、何本かで6から、何番かな。あ、アイアンのセッティングが何番か。アイアンは6からピッチングをスリクソン ZX5、 新しいやつです、ね、使ってます。シャフトは7番。シャフトはダイヤモンドスピーダーの 8S です。 8S ってまた結構ハードですよね。まあ、ハード、うん、ハードっすね。ただまあ若干しなりはあるかな。結構しなりあって、軽くて、しなるのこれね、軽くて結構いいです。いやでも全体的にダイヤモンドスピーダーパリッとしてるようなイメージありますけど、もともと結構重いアイアン使ってたので、それを軽くして。いや十分重いっしょ、これで。これで軽いの？軽い、元使ってたやつより全然軽い。はい。これも全部ピンクで、グリップ。そうです、ピンクで。ピンクエリート。そうです、エリート。エリートさんの使わせてもらって。エリートはゆかりのあるグリップ？エリートはもともとラムキン使ってたんですけど、ちょっと減りが早いのと雨に弱くて、でエリートさんの方が雨に強くて結構長持ちです。そうね、エンジョイじゃないから雨の日やりたくないとかない、できないじゃん。そうね、試合とかの雨になっちゃうから。あとはカラーバリエーションも豊富なんで、はいはい、人と被らない。そうね、やっぱカラーバリエーションは重要だよね。うん、でもバックライン入ってないんだ。バックラインないやつじゃないとダメです。へー。ウッドも？ウッドはカチャカチャがついてるので、あ、そう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 、バックライン入れられないんですけど。へー。いや俺発見感がある。違う違う、俺の自分のやつはバックラインなしのカラーグリップがないから。うん、バックラインを気にせずに入れてるっていうだけなんで、バックラインなしいいなと思って。本当だ、全部ないんだ。全部ない。飛んだ、飛んだ、そう、48度、はい、クリーブランドの RTX48 使ってます。ピッチングと48って近くないんですか？ダイヤモンドスピーダーの 10S 使ってます。 10S? はい、100g 台。あー、また重そうね。でもあの ZX5 はロフトがストロング系ですか？うん、何ヤードぐらい？130ヤードぐらい。ちょっとピッチングは100ですよね。ピッチングは100ですよ、ピッチング100。これがちょうど110ぐらい。ああ、48度で、はい。ありがとうございます。48 5458 54 58。5458、54はスチールなんだ。54はスチールですね。クリーンブランドの RTX4。 うん、同じシリーズ。はい、でダイヤモンドダイナミックゴールですねの S200 です。 S200、はい、ここはやっぱ重量帯持たせて。そうですね、うん、結
結構内訳、距離の内訳をするので、うん、重さでこう振れるクラブがいいなって思ったのと、うん、結構バンカーでも使うので50ヤードぐらいバンカーとかは結構これで出すことが多いので、いやー、さすごいな、うん、一気に重いっすか？一気に重い。あ、でも、そのぐらいですよ。48が100あるんで、114。まあ、言ってもそんなに極端ではないですけど、まあ、でも重くなるか、30、40は。ああ、でもそのぐらいですか、うん。で、サンドウェッジも。で、サンドウェッジがテーラーメイドミドルクラブですね。はい。で、MCI の125を使ってます。へー。へえ、アプローチの方が重くしてるんですね。そうですね。こっちの方が重い。こっちの方が重い。こっちの方が重い。へえ。ここは なんでメーカーも。もともとアキラのウェッジを使って溝がなくなっちゃって、次どうしようって考えてた時に、うん、テーラーのウェッジが結構いいよって言われて。使ってみたら結構顔も好きな顔なので、うん、ミドルラインド2ですね。うんうん、2これ2じゃなかったっけ、初代だったっけ。まあコメントで、はい、でこれを使ってます。へえ、ありがとうございます。どのぐらいで溝ってなくなる、ウェッジの交換時期。1年。バンカーを多く練習してるときは半年。半年？半年。1年くらいですかね。でも年間でラウンドってどのくらい回ってるんですか？月5回から10回ぐらい。あ、でも、10？ 5回から、あ、じゃあ週1にペース。ヒューマさんと変わんないじゃないですか。そんなに変わってないですよ。でも月5、6、7多い時は。あ、少ない時は2とか。週は週 3？ 夏は行かない。死にじゃう。週 2？ 週3ぐらいのペース。そうですね。もうそれはプライベートも試合とかも含めて。そうです。パターは3日目。そうですね、変えて3日目なんですけど、テーラーメイドの TP コレクション。そうですね、ハイドロ、トラスハイドロコレクション、はい、セレクション、ね、ハイドロコメントでいい感じですか。そうですね、もうちょっと練習すると入ってくれるかな。いい感じじゃないじゃない。そのパターンをね、うちで購入いただきました。そうなんです、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。2日目、3日目そうです結果これからということで。あ、それくらいですかね。あとはでも、エリートさんちのワンスピード。ワンスピード、ーこれは練習前のストレッチとか、うん、素振りの分使って。使ってる人多いですよね、それ。うん、ヒューガさんも一緒ですか。は一緒ですね。一緒です。一緒。一緒。まあ色違うんで硬さがちょっと違うかなっていう。そう。へえ。硬さと長さが違う。あとはライミーです。そうですね。日本。何これ？黒い。自作？いや、ついてきたんでわかんない。多分こうやって十字にこう、あ、スタンスの幅。こういうやつ。そう、なんか。変えられるみたいな感じで使う、はいはい、これってどう使うか分かんなくないですか。もう使ったことない。どうやって使ってる、立ち位置まっすぐイメージするときに使ってるとか、そういう人なんか。立ち位置まっすぐなと、とあとは、うん、プレーンを意識するのにボールの前に置いて、はい、ここにボールを置いて、はい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 、でこの線通りに打っていく練習。ああ、
え、どういうこと？なるほどね。どういうこと？あ、こっち向いて。こっち向いて。あここを打つのかと思った。あそっちに。こっちに。そう。結構ドローヒッターなので、はい、こう内側に入りやすくなっちゃって、まっすぐのものを使って軌道修正したりしてます。あとは2本置いて。2本行ってこの間アイアンで打ってって、はい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 っていう練習。え、この幅で打ってんの？アイアンのソールの幅さえあれば。すごっ。え、こういうこと？こういうこと？そう、まあもうちょっと広いかな。けどまあそのぐらい。へえ。この練習できたらやっぱ安定しますよね、うん、しますね。じゃあシャンクしないの？シャンクはグリーン周りで右回りとかしないんだあとはボール、ボールにもこだわりが。そうですね、ボールはスリクソン ZXVレッドスター XV、うん、使ってて、ね、ハートマック入れてます。へぇ、え、自分オンネームで？そうです。へぇ、かわいらしい。はい、結構交換の頻度が早いらしいです、うん、あ、ワンラウンドしたら変えますね。へぇ、ワンラウンド、まあワンラウンド持たないですけどね、うん、ここじゃなくなるまで行きますちょっとの傷ならそのままそのまま行く。まあ、日焼け止めは必須。日焼け止めはもう夏は絶対。そうですね、これ結構大容量汗に強くて SPF50 なんて結構おすすめです。じゃあ日焼け止めは売ってるんでそれもおすすめです距離計？あ、距離計。ニコンの距離ちょっと。距離計使って。初めて見た。試合の時とかはこれで高低差を消して、そうですね。使える試合は使ってます。ああ、もうローカル次第ってこと？そうですね。その大会規約によって。そうです。へえ。例えばヤデジブックとか持ってたりしたら、はいはい、高低差だけヤデジブックに書き込んどいて、うん、これに測ったプラスマイナスで計算して2打目とか3打目は打つようにしてます。へー、そういう使い方ねなんかいろいろついてる、うん、キャラクターも含め。そうですねでもこういうのやっぱあるといいっすよね。あ、ブラシ？ブラシ。これは高校生の時から使ってて、高校生の試合とか結構担いで一人で回ることが多いのでドローとしたりとかするのに結構使ってました。今も担いで？いや、今は担ぎじゃないです。ああ、いや、いいですね。セッティングがやっぱりすごく、すごい、うん、しっかり、しっかりっていうのもあれですけど、なんか全部意味があるというか、うん、すごいですね。うちのスタッフたちもパラパラな感じでまるでないっていう感じ。調子が悪かったら変えるみたいな、そういうスペアのドライバーとかスペアのクラブはないんですか？あります。ある？はい、あります。ドライバーはあとゼクシオ X、うん、スペアで入れてたり、パターはトゥーローンのパター入れてたり。はいはいはい。アイアンは今ちょうど新しく変えたばっかなので、とりあえずこれで。うんうんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これからまた試合とかもいろいろあると思うので、はい、白岡練習場にもよくいらっしゃるんで、見かけたら声かけてもらって。よろしくお願いしますゴルフパートナー初田店は全力で応援しております。ありがとうございますそれではまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。